DMM パチタウンライターの小田ゆずきです。やってきましたアムズ .tv 第5回目です。ありがとうございます。本日もアムズつくば南店様とアムズツインパーク様にお世話になろうと思います。本日も可愛いゲストを呼びしてますよ。皆様ご期待のゲストの方を呼びしたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。ちょっと誕生から笑っていらっしゃいませ。ありがとうございます。と自己紹介をどうぞ。はい、まだ初心者なんですけど、最近ライターとして頑張ってます。瀬永夏実と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バチタウンでライターさんを始められて、ブログも、そうですね、その前に私たち一回パチタウン、ね、そうなんですよ、ガールの方で一緒にお仕事してて、なんてスレンダーなんだろうと思って全然全然一緒に、一日長かった時ですよね。長かったですよね、あれ丸一日働いたんですよ、12時間そうそうそう時一周一緒に働いた仲なので、その時にすごいじゃがりこ食べててそれから私もじゃがりこハマって、あ、そうなんですか。ありがとうございます。もう結構じゃがりこのキャラクターでありがとうございます。もう、今日だから人見知りないんです。あ、よかった。いつも人見知りだ私の出世なんじゃないですけど今日は大丈夫はい、じゃあ私がつくば南で様で、はい、ツインパック様、はい、じゃあ何を確保しましたか。騎手の方はおきどきです。おきどき攻めますねそうなんですよ結構私まだ勝てなくて。あ、そうなんですか。なんか噂だと勝ってるっていうあ、そうなんですか。どこでこう弱いんで、あれ同じ匂いがするぞ同じ匂いがするぞで、この前初めて勝てたのがそのオキドキだったんです。あ、そうなんですね。はい、オキドキで勝てるってすごいですね。またオキドキ、はい、私はじゃあ花つながりで花花です。ニューキング花花を加工しまして、まあわらしべ的な2000枚出たらゴッといこうかなみたいなゴッと打ってるイメージありますそれ本当ですか。この番組はですね、サマイ数はもちろんですけど、はい、もう1個とあることでランキングをつけさせていただいております。こちらの方はちょっとふわっと流しておいていただいて大事、後でやるので、はい、まあ、大事なのはそっちですね。そっちの方が大事ですね。そっちのランキングがメインです。9割そっちに全力注いでいただいて、あの1割オキドキかなちゃんと遊ぶ感じで大丈夫ですあのペース配分は9割頑張ります。そうですね。じゃあ、amuz.tvタイトルコールがあるので、はい、アムズと TV で一緒にやってもらえますか。 TV をそうです、はい、いきます。せーの、アムズドット TV。 皆様お待たせいたしました。メインのコーナーがやってまいりました。格付けチェックの方をさせていただきます。はい、こちらでランキングをつけてるんですけども、はい、まあ、10問の質問に答えていただくだけなので、はい、簡単です。わかりました。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。こちらおなじみですね、10問の質問がございます。これにはいかまあまあかいいえでいただくんです。まあまあまあ点数はね、あんまり気にしないでいただいて、はい、はい、気にせずに、まあはい2点なんでね、はいが多い方がいいんじゃないかななんて思うんですけども、まあそんなことは気にせずに、はい、気にせずにいきましょう1問目、自分の感情を表現するのが苦手。これは、はい、こういう普段のか、それともなんか男の人に対して。そうですね、男の人に対してですね。苦手、過去、苦手ですか苦手の場合は？苦手、丸ですね。はい、丸。表現するのが苦手な方。表現しない感じですか？怒りとか、あ、もう出さないですね。あ、そうなんですか？出さないです。もったいない。え？たまりません？たまって、一人の時泣いてます。かわいそうなんか出せないんですよね、それが。なんか暗い話になって。え、辛くなっちゃわないなんかそれが自分だと思って、なんか出したらダメだというか、全部我慢しなきゃっていう精神が強いかもしれないです。なんて昭和な女子なんでしょう昭和な女なので雑昭和ね。いくつですか。昭和62年なんで。あ、62年ですか。62年です。1個、私64年、あ、元年なんで。じゃあ昭和
平成元年ですね。元年ね。昭和の女ではない。そうギリギリ2ヶ月だけ。平成か。そうです。ギリギリなんで頑張ります。どうなんですか。私できないんでオープンですね。だからそういう人が羨ましいと思うんですよ。なんか素直に出せる人が。まあ、あーってなったら、あーってな、あーってな。相手に自分の話をするのが面倒。いやそれはないですね。あ結構話す感じ、うん、なんかどっちかというとあんまり男の人に、うん、今日これがあったんだこれはどう思うかなとか言われるのが苦手、うん、あ言われるのは苦手、苦手なのでどっちかというと話す、そう話して自分が、まあ、仕事の相談とかいろいろ相談したことに対して意見をすごい言ってほしい、意見を聞きたい、そうなの、意見は聞いてほしいけどその自分の今日の出来事とかそういうのは今日はハンバーグ食べてどうのかこうのかとかそういうのはあんまり聞きたくないから、でも別に自分の話は私は今日なんか豚骨ラーメン食べてるニンニクさーみたいなするからなる、あ、ね、あ、罰かな、お金、権力、地位、容姿を求める傾向が強い。あ、素直にいきましょう。素直にここはこれ、ちょっとあれですか、イメージとかあ、全然大丈夫です、あの全然大丈夫です、聞かないですかね聞かれないかなと思って大丈夫だと思います、そこも大事じゃないですか、まあそうですよ ね、 そうですね、私は多分丸でした、あ、丸です丸でした、完全に丸でしたいや、丸ですね、これはですよね、なんか私多分容姿は気にしないんですよ、はい、容姿は気にしないけど三択5個から押しましょう、いやなんか権力とか地位に弱いな弱いなーって思って、あーもうちょっと肩書き、そう肩書きに弱いなーって思ってそうリアルですね、いいですね、こういうの楽しみにしてくれてるんで視聴者の方、ちょっと引かないでください、すいませんね、全然全然多分なんか実際、はい、本当に付き合う人は違うかもしれないけど、うん、実際多分地位とか関係に弱い、いやでも気にしない人を見てみたいぐらい、あ過去にもいましたけどね、うん、ゲストの方で気にしないっていうか自分が持ってるからいいって言ってましたね、すごいですね、やってみたいんですやっぱでも自分と違うものを求めちゃうかもしれない、そうですね、それ言ったら容姿みたいな感じ違う、そういうのじゃないけど容姿は持ってるからいいみたいになっちゃうなんか地位、なんかそういうオラオラに攻めてほしい、おされ弱い、おされは、あそんな感じですね、なので多分丸丸ですね、全然丸とか二重丸とか花丸とかでもない、困っている人や不幸な人、弱ってる人を見ると放っておけない、あーどうだろう、これも男の人ってことですか、どうなんですかね、これは的な感じでいいんじゃないですか、困ってる人、でも不幸な人に弱いかもしれないですなんだろう、同じ匂いがする同じかも、なんか同じ匂いがする、不幸な人、不幸な人というか、なんかあの幼少時代になんか親に厳しくしつけられて苦労してるとかいうエピソードを聞くとなんかキュンとしちゃうかもしれない、まあ、そういうのがある、弱ってる人、いや弱ってる人なんか結構ツンツンしてるけど病気で終わった時自分だけに見せてくれた弱みとか放っておけないもん、寒かったな、自分の両親は保護な方だ、これはもう二重丸、あ一緒だ似てるかもしれない、似てますね、似てるかも、二重丸、これは結構 LINE とかします、あ、します、みんなしないんですよ今までのゲストの方々は、すごい過保護ですね、あ、本当ですか、本当に過保護で、なんか今日も朝早かったんですけど、うん、最寄りの駅まで徒歩7分ぐらいなんですよ、うちなのに車で朝送ってくれ、あ、実家、あ、羨ましい、そう、送ってくれたりとか、羨ましい、もうなんか何でもしてくれちゃうし、友達みたいな感じでよく遊びに行ったりとかもする、一緒です、うちも似てますね、お母仲いいんで一緒、常に何か生きてるみたいな、相手が自分に関心を示してくるほど重たいと感じる、
俺も好き好きみたいな。あー、あんまり言われたくないな。あー、そうなんですか。うん、なんかどっちかっていうと自分がなんか好き好きってなって、うん、なんかはいはいぐらいの人が好きかな。でも実際は相手の方が好きで、あんまり表に出さないっていうのが理想パターン。理想パターンかな。確かになんか言われすぎると逃げたくなるというか、もうちょっと、あ、もう分かったみたいな。なんか男の人にはあんまりそういう愛してるとか好きとか軽々しく言ってほしくないですね。うん、なんかやっぱ昭和の男が好き。昭和な感じがね。そうそうそう、昭和な女なんで。相手が、まあ、丸なのかな、そしたら。示し方にもよりますね。まあ確かに。好きな相手に自分の弱みを見せたくない。まあでもこれに似てますよね。うん、弱みは全然見せられる。私こんな弱いんだみたいな。そう、なんか逆になんか弱く見せちゃうっていうか、なんか変な言い方しちゃうけど、かまってかまって私今悩んでるみたいな。そう、なんかあんまり強くいる自分を見せないっていうか。あ、まあ、強いかもしれないけど、なんかちょっと一歩引いて、なんか弱くなっちゃうかな。弱みはこれに悩んでたら全然悩んでるし、ちょっと辛いなっていうのもなんか言えるタイプかな。あんまり弱みってなんだろう、そういうなんか落ち込んでる時とかに見てもらいたくないっていう感じ、ね、とか過去にこういろいろあったんだけど。あ、全然言える。あ、そうなんですか。過去も全然こういうことがあって。あ、じゃあ言える。バツか。ね、束縛されることをすごく嫌う。バツかな。何時に帰ってくるの。あ、誰といるの。どこで飲んでるの。でも耐えられる。耐えられるんだ。うん、全、うん、そうなの。意外とこれ縛られたら嫌だってあります。私もう完全にパチンコスロットに関しては縛られるのすげえ嫌なんです。あー、縛る人いますもんね。いますいます。え、女がギャンブルって何みたいな。さよならみたいな感じなんで。なんか私の場合なんか嫌われたくないっていう感情が多分すごいから、もしこれダメって言われたらはい。しょうがない。わかりました。すげえいい子だ。どうしよう。だから束縛されたら、あ、それはダメなんだなっていうか、帰らなきゃって思うし、夜遊びもダメだなって思って、多分束縛されるかな。見習おう。見習おう。すげえすげえ女子だ。ありがとうございます。じゃん、こんな感じとなりまして、結果はエンディングで。花々を打ってダメだったら神様と戯れに行きます。それでもダメだったら金色になりに行く作戦で行きたいと思います。頑張ります。ゴッド行きたいな。最近凱旋結構打ってるんで、でも一回ゴッドから行ってちょっとね、コテンパンにやられた過去があるので、ここはねある程度確保してからの移動を目標に頑張りたいと思います。コイン持ちの良さに驚きですね。凱旋になれるとこんなに揃うんだって思います。
速31回1本です早い、行きますか。おお、幸先がいい、ありがとうございます。アムズドット TV で幸先が良かったのはありましたっけなんかいつも AT に行くからだけど前半死んでるイメージかな。はい、それでは始めたいと思います。はい、朝一番はですねこちらの、はい、オキドキの30杯かなちゃんですね、受からせるように頑張ります。選んだ理由としてはこちらですね。私は、8という数字が一番好きで、おきどきの8がついてる台を選ぼうと思ったらちょうどこの838という台がちょうど可能台であったので、これはもしかしてチャンスだなと思って取りました。はい、早いもので投資が2本目いきます。あー早く光らせたい。ちょっと5000円やってダメだったらもう違う台また見ようと思います。結構今ラブリーハンターで乗り打ちしてるんですけど、相方の多分今回第1回目に出演したななみちゃんが結構引きが強くて、で聞いたんですけど、あんまり強く願ってるときは出ないって聞いたので、何も考えないで無心にやってるときが光ると聞いたので、あんまり強く願わないようにはガッツかないようには頑張ってます。だいぶ怠けてますね。おお、216ギリギリ13枚の追加投資なく当たりました。よかったよ。ビッグアザス、おおよかった。追加投資なく頑張れております。お、下からの子みたい5回転、あー化けきた。本日1回目、お28、えいや、おありがとうございます。うまい。いや今日ですね、実は言うと初収録なんですよ。なんか来店とかは前からやらせていただいてたんですけど、初収録ということで、さっき車の中でカメラマンさんと話してたんですけど、カメラの前で光らせることができるかということで、多分こういうカメラが回ってる前
が持ってるということで、結構絶対光らせてねというプレッシャーをかけられているので、めっちゃ不安でメンタル結構きてます。あ、8の台も236ゲームはい回ってます。あ、1回多分ビッグになってから236ゲームですね。はい、はい、今ですねちょっともう100ゲーム回ってしまったので、あの置き時のいろんな台を今見てきたんですけど、私がもう1台ですね、この8じゃなくてもう1台8があったんですけど、最初そっちに行ってて、そっちの台をどうなのかなって見てみたところ、最初の、まあ、早い段階で20、30あたりで最初ピック引いてて、で今ちょいハマりで230ぐらいになってて、ちょっとその台いいかなと思って、でカメラマンさんもそっちの台もいいかなって言ってたんで、次はちょっとそっちの台にチャレンジしたいと思います。早速1回目の台移動します。これで今、あれ早いもので今投資8本です。いやー、連続の前に光ってほしい。レギュラーボーナス、いやめっちゃ嬉しい。多分これは今モード B だったと思うので、これからもしかしたら天国に移行する可能性もあるので、次の32ゲームまですごい楽しみです。ちょっとここまで来ると怪しい雲行きになってきました。25、いやーこれ移行してました。今大きい声出しちゃってちょっとみんなに見られちゃったんですけど、多分天国に今移行したと考えて、多分次の32ゲームも熱いと思います。えい、あ、31、いやこれは多分ダメだな、32。あ、ガロ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 、多分でも朝半だけ出てたらもう多分埋まっちゃってる。おお、わわわわわ、すごい、これは1台空いてました。どうしよう、打とうかな。しかもまだ1回も当たりが出てなくて、390まで、多分ガロって大当たり確率確か399とかだったので、え、これ美味しいかもしれない。こんだけ出てたら打ちたくなりますね。映りますか、ちょっとこれ打っていいですか。打ちます。